これが一体何かわかるだろうか。この配管の継ぎ手にびっしりこびりついているのは赤サビ。現在全国で増えている古い建物の空調配管や水道配管の中はこのような状態になっている可能性が高いという。赤サビは配管材料の鉄に水と酸素が反応して発生する。放っておくと配管を結合しているネジ穴が脱落し漏水の原因になるとも言われている。今までは給水管の交換という方法が取られていたが、ある企業が開発した装置を取り付ければ交換が不要ということで今話題を呼んでいる。その画期的な装置とは。これは NMR パイプテクターと呼ばれる装置です。今までのように給水管や空調管の交換など大規模な工事をしなくても、この装置を取り付けるだけで設備配管を経年劣化から大幅に守ることが可能になります。この装置、一体どのような仕組みでどのような効果を生み出すのだろうか。企業魂、ナビゲーターの吉岡さくらです。日本は高度成長期以降、続々とオフィスビル、病院、マンションなどを建設しました。建設から数十年たち、それら建物の経年劣化が急速に進んでいます。建物本体は適切なメンテナンスをすれば十分な機能は保たれますが、給水や空調冷温水に欠かせない配管への対策は難しいとされてきました。建物の寿命が50年以上に対し、配管の寿命は20年程度と言われ、現在さまざまな場所で劣化対策が取られています。2018年12月に改正水道法が成立した今、水道インフラのコストをいかに下げるかという点も大きな課題の一つです。そのような中、配管の全取り替えをすることなく装着するだけで劣化防止ができる画期的な装置が開発され、日本だけでなく世界的にも注目を浴びています。企業魂、今回はその装置を開発したある企業を追いました。東京都渋谷区。1988年に設立された日本システム企画株式会社は、水処理装置の製造販売を中心に成長を遂げ、現在では国内で9つ、イギリス、アメリカにも営業拠点を持つようになった。日本システム企画の名を世間に知らしめるきっかけとなった装置がこれ、配管防サビ装置 NMR パイプテクターである。実は小学校3年の時、もう60年前になりますが、自分ではよく分からないんですね。誰も教えてくれなかったんですが、ガラス瓶の中に水を入れてね、錆びた釘を入れて乾電池でね、その錆を止めようという実験を自分でやってたんですね。それがきっかけです。赤錆で劣化した配管に対して、今までは取り替えという方法しかなかった。しかしこの NMR パイプテクターの開発によって、その概念が一新したのだ。その方法とは、配管にこの装置を取り付けるだけ。 NMR パイプテクターを取り付けた配管を通過した水は赤錆の進行を止めるというのだ。 NMR パイプテクターを1系統1箇所取り付けることにより、水の凝集帯を小さくし、その水を流すことによって凝集帯の外側に存在する自由電子を放出させ、配管内の赤錆を黒錆へと変えていく仕組みです。赤錆を黒錆に変えるだけで老朽化を防止できることがよくわかる実験映像がある。黒錆と赤錆を水の中に入れよくかき混ぜると、赤錆は水に溶けるが黒錆は溶けていないことが確認できる。黒錆は古来より錆止めとして利用され、釘、南部鉄瓶などにも使用されるほどである。
黒錆の効果で配管の寿命はおよそ40年以上伸ばすことが可能と言われている。この装置には大きく3つの特徴がございます。1つ目は科学的なデータで効果検証ができる点です。そして2つ目は配管の更新が不要になりますので最大10分の1程度までコストの削減が可能になります。そして3つ目は断水工事がいりませんので施設運営等に一切支障をきたさないという特徴でございます。東京田園都市線池尻大橋駅の近くにあるホテルサーブ渋谷は2017年 NMR パイプテクターの導入に踏み切った。この熱源装置がありまして、これからの冷温水、要するに冷房と暖房の水を循環させているんですが、これが非常に今サビが入ってきて配管を変えなきゃならないかと思ってます。これがだいたい 1億6000万ぐらいかかるんで、もうこれ不可能だなと。そういう中でですね、このパイプテクターの方法があるという話を聞いたので導入しました。 NMR パイプテクターの効果が分かる証拠を保管されているということで早速見せてもらった。こちらが導入前の水、そしてこちらが導入後の水。25年以上使い続けた配管では水質の違いが一目瞭然。これだけの違いが出るのだ。赤潮が止まりました。それで現在は非常に順調です。費用は1億6000万かかるところが500万で済んだというところと、それからもう一つは休業しないで済んで取り替えもやらないで済むということが非常なメリットになっています。一方こちらはさいたま市岩槻区にある社会福祉法人城南会ケアハウス白鷺。こちらでは給水管と給湯管が赤サビで劣化してしまった。こういった施設ですと毎回設備点検のために水を止めたりボイラーを止めたりしてました。その中で毎回赤サビが出るようになりまして、こういった赤サビが止められないかなと思いまして、そういったところパイプテクターというものを知ることになりまして、導入をできればなというふうに考えました。導入決定後、給水と給湯配管に NMR パイプテクターを設置。どのように変化したのだろうか。導入後は行きたいと不安でいっぱいでした。しかしパイプテクターを導入しまして、私でも本当に驚くぐらい赤サビがすぐになくなりまして、設備点検に対するストレスが一切なくなりましたので、導入して本当に良かったなって今は思っております。以上のように日本システム企画が開発した NMR パイプテクターは、さまざまな場所に低コスト、さらに短期間に設置が可能。その効果は改めて言うまでもない。これらの実績が認められ、 NMR パイプテクターはイギリスやベトナムなどでも採用されている。海外ではイギリスで大変多くの導入実績がございます。バッキンガム宮殿をはじめ、英国国会議事堂や大英博物館、BBC のスタジオ、ロンドン市庁舎、民間でもですね、ハローズデパートやホテルなど、200棟以上の建物で採用いただいております。開発から24年が経ち、今や国内外から熱い信頼が寄せられている NMR パイプテクター。開発会社の日本システム企画代表の熊野は、今後の展望をこのように語った。今までですね、パイプテクターのですね、市場っていうのは建物の中の水配管のですね、防水による維持面で、まあ、これが多分市場だったわけです。しかしながら昨年の12月ですね、国会で水道の民営化法案が通りました。今水道のインフラをですね、維持するために政府が試算した数字を見ますと、30年でなんと60兆円かかるんですね。1年で換算すると2兆円です。でこれは単純にですね、水道料金を2倍にしないと水道インフラ維持できないということになるわけですが、私どものパイプテクターを使えば、水道の配管を取り替える費用の20分の1以下でできますので、水道料金を上げないでね、水道事業ができるということにつながりますから、
これから水道の配管のための市場を作っていきたい、このように思っています。